大丈夫、問題ないさ。お前は誰よりも努力してきた。だから震える必要なんて。分かっています、コーチ。でも俺、はっきりと感じたんです。誰よりも俺は経験不足で、もう何も分からなくて。父さん、今見せてくれた映像は？ドゥーラ、お前が私たちを尊敬してくれているのは身をもって分かっている。そして私たちのように最強を目指そうとしてくれているのも。だがね、君が尊敬している私たちも馬娘も最初から最強と呼ばれていたわけじゃない。時に準備を怠り、時に弱点をつかれ、時に大いに緊張して徐々に強くなっていったんだ。最初は完璧じゃなくていい。むしろ不完全な部分があるのならさらけ出していけ。その方が指導側も助かるというものだ。ですよね、トレーナーさん。弱い部分が見えたらそこから対策を練れる。な、いいんだ。だからそうしていいんだよ、ドゥラ。おや、もうこんな時間か。なあ、ドゥラ、なぜ君は彼をダンスのエスコート役に選んだ？それは。直前まで忘れていて、助け舟を出されたから、かな？なぜ？お前のことだ。パーティーで完璧に踊らないとと、自分の練習ばかりで頭がいっぱいになっていたんだろ。私もずっと頭がいっぱいだった。お前にどう伝えれば父として良い助言を渡せるのかと。父さん、助け舟をもらうところまで同じとは。君は私の娘で、私は君の父なんだな。送るのはここまででいい。今日は君がいて助かった。ああ、トレーナー、父が褒めていた君のことを。礼を言うのはこちらの方だ。父は言っていた、君のような存在はそういるものではないと。私は次回の選抜レースで走る予定だった。選抜でも一着を取った上でデビューするのが妥当だと思っていたから。だが今はそれを撤回してでも、私は君に担当トレーナーになってほしいと思っている。君の助けをまた借りたい。いい、私は不完全な私に手を差し伸べてくれた君とトゥインクルシリーズをかけたい。なんでドゥラメンテが新人と？前回の選抜レースではそんな雰囲気一切なかったじゃない。その理由はこれから開催される模擬レースでわかるんじゃない？あの子が今後どうなるかも。あなたが深呼吸なんて珍しい。緊張でもしているの？はい、少しばかり。けれどもう隠しません。さらけ出した方が強くなれると知ったので。それでは出走馬娘はゲートに入ってください。準備はいいですか？それでは。このレースで人々は測るだろう、ドゥラメンテの力量を。最強の血を継ぐ私の強さを。汗が出る、顔が歪む、心臓が鳴る。きっとみんなが知る、今は不完全な私だと。でもそれでも次の瞬間にはさらに私は強くなる。